ちゃこんにちは。はい、ということで、はい、はい、先ほどありました。何か合同トライアウトです。ね、合同トライアウトが朝からね、うん、西武ドームの方でありましたけどね。ありましたね。日ハムの新庄監督も見に来てたっていうことで、ね、でも気温が低くてさ、うん、まあ、屋根はあるにしてもやっぱ寒いよね、西武ドームは ね。せっかくならもう、あったかい環境というかね、まあ、まあそうだね、寒くない環境だとよかったなと思うぐらいちょっと寒そうでしたね。しかし、はい、まあ、選手たちはね、うん、熱いパフォーマンスを見せてくれて、はい、なんかこう寒そうにしてるやつもいなかったし、そうですね、だからすごく真剣味をね、うん、すごく感じた、はい、そこで、はい、まだまだいけるやん、はい、あの選手に活躍のチャンスをということで、はい、まあ、ちょっと発掘 してみようと思ってね、ずっと見てました、はい、それで今回はね、33人が参加ということで、ピッチャーが22名ですね。ピッチャー多かったね。そうですね、うん、で、ピッチャーの感覚で言えば実戦からすごく遠ざかってんだよね、うん、まあ、野手もそうだと思うんだけども、はい、約2ヶ月間、まあ、遠ざかってて、まあ、その中で田和田というね、かつて最多勝を取った男が背番号18でマウンドに上がってくるんだけどもさ、なんかこう胸が苦しくなるようなね、まあ、そんな感じも受けたけども、まあ、その中ではい、まあ、新庄監督がさっき来てたということでね、うん、新庄監督が前半後半でね分かれてやってたんだけども、うん、そうですね、午前と午後です ね。でそのインタビューの時に、はい、まあ、新庄監督がもうみんな取ってあげたいとみんな一生懸命やってるもんって、はい、ね、まあ、それがもう野球関係者のやっぱ本当の心だと思うんだけども、はい、まあ、その中でこれ後半の選手は入ってないからね、はい、まあ、最初に出たのが楽天の中村という外野手で、うんうん、でオリックスの金田という投手、はい、で巨人の山下で台湾兄弟の高野元阪神というね、はい、うん、まあ、体の大きな選手なんだけど、こういう人の名前が出てきたんだよね、うんうん、まあ、確かに俺も見ててこういう選手たちっていうのは目立ってたけども、はい、やっぱり新庄監督は昨年ね合同トライアウトを受けてるだけに、うん、まあ、その中に入ってる選手たちの気持ちも分かるということでね、うん、まあ、熱い思いを持ってこう見てたよね、うん、監督という立場で見るっていうのもまたないですよね。そうそうそう、うん、だから合同トライアウトを受けた中の人たちでも監督のチャンスはあるよとか言ってたけどわけのわからないことを言ってたけどさまあ確かに それはね、新庄がそういう証明をしたからね、うん、実現してますから、まあね、まあ、こういう選手が目立ったということで、はい、まあ、ちょっと俺とは違うんだけども、うん、俺がこう見ていて目立った選手ね、はい、それをちょっと今からちょっと紹介をしていきたいと思うんですが、はい、まずは投手部門。そうですね、投手がちょっと多かったし、ね、投手と野手で分けてみました、はい、で投手部門、はい、豊かな注目選手投手部門です、はいはい、まあ、オリックス、はい、何し、うん、ね、29歳、はい、でオリックスはさ、ちょっと大量解雇というかピッチャーをね、まあ、吉田、金田、神戸というさ、こういう投手たちも投げてたんだけども、はい、確かオリックスのピッチャーいいね、やっぱ、うんうん、まあ、その中で一番目立ったのが、まあ、荒西だったんだけども、はい、なんかすごく良かったかな、まあ、3三振、うん、1イニング3人という縛りで投げてるんだけども、はい、全部三振取ったと、うん、三振取ったからいいっていうもんじゃなくて、はい、やっぱこう、まあ、特徴があるよね、うん、まあ後で話すけど、はいはい、まあまあこういうのが目立ったと、うん、で中日は三つ間、うん、まあこの人も変則なんだけどもさ、うん、まあ、なかなかやっぱこう1回じゃ捉えきれないかなっていうタイミングの取り方も難しいしという、うん、でロッテ石崎ね、この選手はねちょっとテイクバックがちょっと小さいんだよ、ちょっとタイミング取りづらそう、うん、こうやって小さくてポッと投げてくるから、うん、すごくタイミングが取りづらいんだろうなって、うん、でこう小さい割には球威もあるしさ、はい、だから非常に右ピッチャーで特徴を感じたし、うん、で同じくロッテの長野、はい、28歳、これ左ですごく角度もあるし、うん、球威もあるんだよね、うん、この選手がクビになったんだと思うぐらいなんかちょっとびっくりしたのね、うんうん、でヤクルトの中尾、はい、まあ、1年間だけフル回転して、まあ、投げた時があるんだけどもね、はい、まあ、その時のなんか球威も戻ってきてるような感じもするし、うん、まあまあ面白いかなっていうふうには感じさせてくれた、うん、なるほど、はい、で西武の小川、はい、これはこのピッチャーは、まあ、中日から西武行って、
なんていうの、この左のちょっと変則気味、はい、で左の変則ってまあ各球団大体1人ぐらいいるような時代になったけども、はい、まあいないところは取った方がいいのかなっていうような、うんうん、そんな感じもするよね。これが投手の注目、はい、豊さんの注目した6選手ですね、うん、ちょっと目についたね、はいはい、で野手がちょっとなかなか少なかったんだけどさ、そうですね、うん、その中でも3名、はいね、まず巨人の山下、はい、まあ非常に合同トライアウトを受ける前からちょっと注目されてたんだけどもね、うん、はい、まあ、若いよね、うん、若くしてトライアウトを受けたという、うん、まだまだ荒削りだけどもなんかセンスの良さを感じるわ、うん、ね、はい、で楽天中村、はい、これはね楽天左バッター多いんだよ、うん、左バッターばっかりじゃないかっていうぐらい多いんだよ、はい、まあ、その中で埋もれた一人なんだろうね、うん、左打者でやっぱそこら辺の競争に勝てなかったという、うんうん、しかしキャッチャーフライの時に今日の話、はい、キャッチャーフライを打ち上げた、はい、これがインフィールドになるか、はい、ファールフライになるかわからないところだったんだけど走らなかったんだ、うん、まあ、新庄監督も言ってたね、ヒット打って打つのはいいけどもそれで一塁を蹴ってどこら辺まで勢いよく行くのかとかそういうところを見てますと、うん、だから結局一生懸命さをみんな見てるんだよ。なるほど。必死にしがみつこうとする姿を、うん、キャッチャーぐらいで走らなんか中村ありえないから、うん、だからこれヒット3本ぐらい打ってるんだけどさなんかそのキャッチャーぐらい走らなかっただけでちょっと印象が悪くなったら嫌だなと思って逆にもうその印象の方が強くそうなんだよつく人にはありますよね多分絶対あるんだよ、まあ、例えばそういった新庄監督のようなそうそうそうだから新庄監督があのシーンを見ててあもう取らなくていいって言うかもわからないし、うん、ね、うん、だからもうそれだけねなんかちょ細かいところまで見てるんだってそうですね、うん、だからなんか3本打ったのかな今日、うん、なんかそれがなんかこう俺の中ではちょっと消えちゃったような感じがしてさ、うん、ちょっともったいないなっていうふうなことを受けたね。で元 DeNA 松尾ブルーオーシャンズっていうところに行ってたんだけども、はい、まあ DeNA のねユニフォームを着て、うん、ね一緒に見てたらあれ23番ってオースティンじゃんってオースティンが受けてんのって言ってたけど変なこと言ってたけど松尾選手、はい、ね、オースティンが受ける前あの背番号つける前の23番、はい、でもこの子はあの足が速い、うん、50m5 秒9という、はい、まあ足がセールスポイントだね、うん、でまあ一生懸命さが目立つまだやっぱこう23ということで荒削りだけども、うん、なんかこうすがすがしい、うん、これね三振したんだよでもキャッチャーが取り損ねてるんだよね、うん、さファールですよファールですよってアピールしてたでもまあそういうところも俺好きわかりますなんとかしてもうそう言ってみようみたいなそういうとこ好き、うん、ね、はい、ということで、はい、今挙げた選手はちょっと目についた選手なんだけど、はい、まあ、これから紹介するのはそうですね今言った10選手にいた中でも、まあうん、これは人たちは取った方がいいよというもうそれこそまだいけるやん、ね、この選手に活躍のチャンスを、まあ、チャンスをっていうことでこの4名です、はいねオリックス荒西、はいね、29歳です、うん、サイドスローで変則、はい、でボールも、ね、よく動いてる、うん、まあイメージ的にはその青柳ほど阪神のボールに力はないんだけども、はいはい、だからよく動くボールはね、うん、だから非常にあのタイミングも取りづらそうだしバッターがね、使える変則でああいうところで、うんまあ、例えばこの仲間であった吉田とか金田とか神戸、はい、これねオーソドックスなピッチャーなんだよ、うん、オーソドックスなピッチャーっていうのは各球団みんないるんだよどこでも、はい、でも変則って右の変則ってなかなかいないんだよ、うん、だから使えるなるほど、うん、使ったら面白いということはやっぱオリックスではちょっと活躍の場が少なかったですが別の球団に行くとこれはっていうことですか。まあちょっと考えたんだけどさ、うん、日本ハム、DeNA、阪神、ヤクルト、うん、この辺りに入るとすごく活躍の場があるかなっていうような感じがする。うんうん、だから非常に荒西っていうのはすごくパッと身についたそれは もちろんね仲間であった吉田金田神戸、うん、これオリックスのピッチャーたちなんだけども確かにいいボール投げてるわ、はい、でも今挙げた3名っていうのは各球団にいそうなピッチャーなんだよ、ね、でも荒西っていうのはいないだけに貴重なピッチャーになりそうだということだね、うん、はい、
で、ロッテ、長野。はい。まあ、これは左ピッチャーということで、変則ではない、オーソドックスなピッチャーなんだけども、ボールに力がある。なるほど。ストレートがいい。それと、ストレートの回転がいいような感じがした。見てて。はい。だから、この選手も、長野使える。で、長野は、28歳。まだ若い。これからだもん。だからなんでクビになったかわからないぐらいのピッチャーなんだけども、はい、なんかどっかでチャンスを与えてほしいなって思うよね。これ先発でも中継ぎでもいけると思うけど、あのイメージしてもらえるのは同じロッテの小島になんかよく似てるような感じのピッチャーなんだよ。だから小島と被ってたんじゃないかなと思って、だからいらなくなったんじゃないかなという風な感じがするよね。はい、はい、で巨人野手に行くと、はい、巨人の山下、はい、ヤフーの方でも、まあそうだね、うん、21歳という若さが、まあ、魅力なのと、やっぱセンスが、うん、いい、それも魅力の一つ、うん、で教えていくと多分良くなると思う。なんかこうインタビューしてるのを見てても素直そうというか、まあ明るいよね、はい、あの屈託がないというか、はい、なんかこう言ったことに対しての反応もすごくよくあって、そうだね、だからそういうのがこう、うん、生きていくのかなって思います、ね、まあ好感が良かったよね、好感度が高い、うん、はい、まあだけど、まあ、外野手と一流手って言ってるけども、だけどその外野手だったらもっともっと振り込んで、バットを振り込んで遠くへ飛ばすようなことを考えないと、うん、なかなか外野のポジションっていうのは取れないし、うん、まあまあ、さっきも言ったけどバットがちょっと遠回りするんだよね、こうやって。なるほど、さっきちょっと書いてあったけど、言わなかったですね。そうそうそう、こうインサイドから、インサイド体の近くからバットが出てくると、はい、もっとこうムチみたいにバットが使えるんだよね。なるほど、そうなってくると打球も飛ぶし率も残ってくるんだよね、うんうん、だからそこら辺を習得してほしいなっていうふうに。なるほど、もうパッと見て分かった。うん、はい、まあ、そこだけでもだいぶ変わってくるで、ね、あ、全然変わる、変わる、うん、うん、で最後、はい、DeNA 松尾、はい、ね、足の速さは重宝される、うん、ね、今日も二盗塁ということで。そうです、あの少ないチャンスの中で、そうそうそう、出塁した上に盗塁してるという。そうそう、23歳、はい、ね、まだ若さもあるし、はい、潰しが効くよ、いろいろ足の速い選手はいろんなところで、ダイソーも使えるし、はい、守備固めでも使えるし、だけど守備はもっともっとノックを受けなきゃダメだね。なるほど、見てるとね、はい、でもその DeNA 楽天、はい、DeNA 元 DeNA 首切っちゃったのみたいなことになるんだけども、まあ、DeNA も足が欲しいよね、うん、速い選手はね、うん、あとはねやっぱり楽天、うん、この子は右なんだよ、右バッター、はい、で右バッターで足の速い選手、これ楽天が向いてると思う、俺はね、うんうん、だからそういう意味では各球団の人はよく見てたと思うけども、はい、なんかこれを見てて取ってほしいなっていう、うん、まあ、山下とかはねどこでもいいと思うんだよ、はい、うん、まあ、長野もそう、左ピッチャーで左ピッチャーが少ないところとかいいと思うんだけども、非常にこの4人っていうのは、うん、まあ将来性っていうのはもう荒にし、ね、長野っていうのはもう出来上がってるし、はい、野手で言えば山下松尾っていうのは、うん、これから鍛えていけば面白い選手になっていくかなっていうふうには感じました。なるほど、まあ、皆さんはいかがでしょうかね、まあ、各球団のファンの方はね、はい、見てらっしゃったかもわからないけども、うん、まあ、俺がこう注目した選手はこの4選手でした。またあれですね、このトライアウトが行われる前と、うん、実際行われてそれを見てっていう印象も変わったりもしますよね。あ、全然違うよね、うんうん、だからまあ言えば全員に、ね、電話がかかってきて打ち取っていうようなことになれば一番いいんだけども、俺がもしチーム関係者だったら、うん、この4人には注目したかなっていうふうな、うん、まあ、お話でした。はい、はい、頑張ってくださいよ。はい、はい。